僕、はい、その明治大学に入ったんですけど、ね、中学高校でも 1、2年の時は全く勉強できないんですよ、はい、いつも学年のビリぐらいなんですよ。え、マジですか？そうなんですよ、はい、高校の時も1、2年はビリなんですよ。校内の模試とかでも後ろに3人ぐらいしかいないみたいな。あ、マジですか？そうなんですよ。で、急に3年からスイッチが入るんですよ、はい、急に3年生、まあ、2年生の後半あたりから、はい、じゃあやるかみたいな感じで、はい、そっからもう一から勉強し始めて、すごっ。で、はい、なんか成績が上がっていくみたいな。え、ってことは明治一般ですよね、普通に。一般です。ですよね、はい、だって内心きついですもんね、多分その。あ、そうですね、内心ボロボロでしたね。だってその高校の勉強って言っても膨大じゃないですか、そこそこ、はい、で、明治もね、それはもう入りにくいわけで。いや、ほんとだから僕的にはもう7教科間に合わないと思ったんで、はいはいはい、で3教科の私立で、うん、で現役の時は早稲田しか受けなかったんですよ。あ、そうなんですね。絶対早稲田行くって言って強え、早稲田だけしかもう受験しなくて。すごいっすね。でもう間に合わなくて背落ちして、はい、入ってないっすよね、多分1年の内容とかあんまり、はい、何にも分かってないですね。え、そっからどうやって勉強してたんですか？時とかは、いや本当に僕留年しそうだったんですよ。科学の授業とかもう3点とかしか取れなくて、はい、で先生に、はい、お前留年するから、はい、あのノート出してくれって。あ、お前みんな集めた時にノート出したから、はい、ノート出してなかったら留年になるから、はい、って言って、僕ははい出しましたって言ったんですけど、はい、出してなかったですでも出しましたっつって、はい、先生が見てないだけですみたいな。なるほど、俺じゃねえぞ。それで学年上がったぐらいなんですよ。でそれぐらいひどかったんで、まあ、全部一度に上げられないなと思ったんで、はい、まず一番その得意科目を一つ作ろうと思って、一番やりやすそうな、はい、その時は公民かな。へー、高校の時は公民の授業で、はい、これだったらやってる人少ないし内容も簡単だから、はい、これだったら一番取れるかなと思ったんですよ、学年の中で。だから発想がすごいですよね。その平均まで持っていけるかなじゃなくて、はい、一番取れるかなってそう、自分が頭悪いことは把握してるんで、はい、とにかく一番可能性があるやつを探して、うん、日本史ってめちゃめちゃマニアいるじゃないですか。そうですね、勝てないと世界史もいるじゃないですか、はい、絶対勝てない、はい、でも公民ガチでやってるやついないなと思ってもうチャンスだと。そう、すごい、ここだったらいけるなって言って、はい、でそれで公民をまずガーッと勉強して、はい、でそしたらそのクラスで一番とかになれたんですよ、はい、すごい。掘っていいですか、はい、それ勉強法ってどんな感じでやったんですか？僕の場合は、はい、多分シンプルですね。その書いて、はい、あとは声に出して、はい、でそれを繰り返すだけですね。とにかくも暗記して、そう、繰り返して繰り返して、ただの暗記なんで、はい、で、はい、でそれでテストでアウトプットすれば、はい、もう単純に上がるってことが分かったんで、ああ、もうじゃあこのやり方でやれば絶対いけると、うん、そう、勉強ってその才能じゃなくて、はい、そのやればやったらだけ伸びるんだって自信がつくん で、 でその自信を他にも転用するって感じですね。もう自分はこう見て成功したから一個、はい、だからもうこっちでもいけるだろうって、はい、これでやり方をやれば、はい、じゃあ全員抜けるじゃんみたいな。すごい。え、現役の時も早稲田受かんなかったですけど、はい、でもまあ受験して可能性があるところまで持ってったってことですよね。まあそうですね、これ自分だけの判断ですけど、あ、もちろんもちろん明治その時受けてたら、はい、受かってたかなと思ったんですよ。あ、すごいですね、本当に。そうですよ、だって学年飛べから、うん、早稲田を受けてその受かる可能性があるところ持っていけるって相当だと思うんですよね。ただこれ大学受験したことある方だったら分かると思うんですけど、はい、相当だと思うんですよ、努力量とすると、はい、だから早稲田には全然届いてなかったと思うんですけど、でもまあマーチにはそれくらいには持っていけたかなって、まあ、でその公民はその、まあ、成果を出して、はい、で他の科目もやっていくっていう、はい、え、基本的にも反復練習ですか、反復の鬼ですか、そしたら。あ、そうですね、英語とかも、はい、英単語帳のデュオっていうやつ、あ、ありますね、あれがなんか僕好きすぎてそれを全部暗唱するぐらいやったんですよ。すごい、 CD 毎日聴いて声出してみたいな、はい、でデュオやるだけでもうほぼ、はい、なんか構文とかも全部入るんで、はい、それを一冊を徹底的にやったら、はい、なんか一気に点数が上がったみたいな。もう長文もあれ世界変わりますよね。そうそう、何か分かんなかったのが読めるし、そうそうそう、全然分かるんですよ。すげえ、皆さん絶対なんか本出した方がいいですよ経験談で
俺が買いますけど、それあれですか、ボロボロなるぐらいまでもう。そうですね、気に入ったやつ、そのデュオと、あとネクストステージ、ネクストそれをとにかくやって、はい、でもネクスト大好きでしたもうそれでの、はい、分かんないやつはもう捨てるみたいな感じで、はい、これが中学の時も同じパターンで、高校の時も同じパターンだったんですよ。中学の時もその1、2年ボロボロ、そうなんです、ボロボロだったんですよ。あ、そうなんですね。千葉県の長生高校っていう、長生きって書く高校なんですけど、はい、地元では進学校って言われてるところですね。それをその中学の時も結構前半ボロボロだったのに、はい、持ってったんですもんね。そうですね、あのスイッチが入るともう、あ、そうっす、結構そのスイッチ入ってる時とも勉強するのは苦じゃないですよね。苦じゃないですね、結構楽しい感じ、ハイになってる。でも約1年ぐらい受験勉強やるじゃないですか、はい、高3とかにしても、はい、で1年間ずっとハイっていられなくない。そうなんですよ、これもまた僕の特徴なんですけど、はい、1年しか持たないんですよ。ああそうなんですねだから、はい、浪人になった時全然ダメだったんですよ。そうなんだ、1年で勝負つけないと、はい、僕そのまんま継続できないんですよね。なるほどなるほど、もうなんか電源がスパッて切れちゃう。そうなんですよ。え、逆にじゃあ浪人の時は入りきらなかった。そうですね、なんか、はい、ずっと現状維持みたいになっちゃってて、あ、もう一段階上に行けなかったんですよ。なんか自分に体に染み付いてるんですかね、遺伝子的に分かってるのか、はい、3年あったら1年しか力を出せないっていうでも YouTube でもちょっと似たところありますね。100万人までがもうアドレナリンめちゃめちゃ出てて、あー、そうなんだ、でみたいな感じありますね、はい、ちょっと達成感が出ると、はい、ちょっとやっぱ変わりますよね。その時はもうそれしか考えられないみたいな。似てました、その感覚として、その勉強の受験期間の自分と。多分なんかあると思います、ね、ああそうなんだ、はい、え、その高3の1年間あるじゃないですか、はい、その1年間の時に何か、はい、あったりします？壁にぶち当たるとか。スターですか、もうマリオ取って、あのスターとかマリオみたいな感じで。あ、ちょっとハイになってたと思います。ずっと、あ、すごいですね、はい、その1年間はやればやるだけ自分上がってるじゃんみたいな。まあ、とにかくやるしかねえっていう感じで。そうですね、ただやっぱ自分のバイオリズムみたいなのはあるのかなって受験を通して学びましたね。悩むのはあんまりないかな。最近やっぱり大人になってきて、はい、自分がこういう人なんだなって分かってきたところがあって、はい、自分で全部 やりたいんですよね。自分で考えたことを、はい、自分で実行するのが好き。だからなんか人と協力して、はい、アイデアを出して、うん、チームでやっていくっていうのが苦手なんですよ。あ、そうなんですね。そうですね、それは一人旅に似てるかもしれないですね。そうですね、でも自分で企画して、はい、ここに行ってここに行ってってやりたいっていう。そうなんですよ、だから自分が考えたことに対しては、はい、結構悩まないっていうか、逆に大人数になると、はい、いや違うんだけどなみたいな、だんだんとフラストレーションが溜まってくる、はい、でもあんま言えない感じです。そうですね、あ、そうなんだ。そうなんです、だから一人でいるときは悩まないですね。ああ、そうなんですね。特に受験とかって個人プレイじゃないですか、そうですね、だから合ってたっていうかやりやすかったのはあると思いますね。向こう見ずなんですよ。ああ。深くまで考えないんですよね。ああ。ひとまずもう走っちゃう。もうそう、ひとまず行動が始めなんですよ。こうなるかなって考えずに走り出しちゃうんですよ、はいはい、だから今その YouTube やってるの渋谷ジャパンっていう相方なんですけど、はい、がそのハイチさんと同じ感じで、はい、物事を先に考えて、あ、なるほど、やるタイプで、はい、僕は行動で突っ走るタイプなんですよ、はい、だから補い合ってるっていうか、すごいバランス取れてる感じですよね。そうですね、いいな。だやっぱりないものを持ってる人に惹かれるっていうか。いやすごいわかります。あ、そうですよね、だってもうめちゃくちゃ憧れますもんそうだから、いやすごいなと思いますもん。いやそう言っていただけると褒められたんで嬉しく思いますけど本当にそういうふうに論理的に考えて逆算してってのはできないですよ。あ、そうそう、そのタイプなんですね。多分逆算しすぎて考えすぎてたまに動けなくなるタイプお話聞いてて思ったのは、はい、その勉強してる時って受かる自分じゃないですけど勉強ができるようになってる自分を信じてますよね。あ、そうです、なんかありません、予感っていうか、あ、これはいけるだろうなみたいな。わかります、わかります。フェーズに入ってるっていう時ありますよね、はい、勉強してる時って、はい、やってる時はもうこうなれるからやるしかねえってそのゴールが見えてるんですよ、うん、成長してる自分が見えてるんですけどそれを信じてるんで自分も、はい、でも結構やってても私これやってもどうせ順位取れないんじゃないかなとかって自分を疑いながら勉強する子ってやっぱり結構中学生多くて、あの自分自信がなかったりすると、うん、でもぜひそこはなんか自信持ってやってほしいと思ってるんですね、はいはいはい、でそれを証明してくださってるような方なんだ、ナイトさんがあー、そっか、なるほど。そうなんです。多分 YouTube でも100万人いけないよねって思ってる人っていかないと思いません？確かに確かに、いけるって多分思ってる人が行くと思ってやってる人。確かに、目標どれだけリアルに感じてるかって結構大きいですよね。登録者今3000人の人が、
100万人俺行けっからって言ってて、はい、本気で信じてやってるやつって多分いずれ行くと思う。行くんすよ ね。いや僕も本当にその時から言ってましたね、100万人。ああそうなんですね。はい、で多分それはまあ疑うことなく疑わなかったです、ね、そうですよね、はい、だからその感じをすごくその見てくれたっていう方にもね、はい、思ってほしくって、はい、確かにそこの壁って確かにでかいかもしれないですね。ですよね。どうやってイメージするかっていうのは。そう。でも勉強ってやった分だけ絶対伸びると思って。そうですね。で、まあ、スポーツも、勉強も努力の分だけ伸びると思うんですけど、はい、スポーツの方がその体格とか才能が関わってくると思ってるんですよ。で勉強もその東大とか京大とかだとちょっともう異次元の方もいらっしゃるんですけど、でも基本的には努力が結果に反映されやすいと、はい、確かに基本的に多分勉強チャンネル見てくれてる子たちなんで、はい、努力してるはずなんですよ。そうですね、みんな頑張ってると思います。YouTube で勉強見てるわけだし、偉い、相当偉い、その時点で偉いだし、真面目で、そう本当に、そう言ってあげてください。ありがとうございます。本当にいい子たちだもらいました。いい子たちだ。なのでそのできれば信じてほしいとか自分のことを信じてやってもらえたらなって。そうですね、どうすれば信じられるんだろう。そこなんですよね。やっぱ成功体験ですかね。あでもそうだと思います。結果が出ればそうですね、絶対プラスに変わってきますね。そうです。内藤さんも公民の時に、はい、超やったのに結果出なかったら、はい、多分範囲になれなかったと思うんですけど、はい、そうちゃんと結果を出してスイッチを入れるっていうのができてるから、はい、やっぱ強かったと思うんですよね。確かにそうですね。それがやっぱ自信になって歯車が回り始めたってあると思って、うん、多分みんなもなんか得意科目でこれやりやすいってやつ突き詰めてやって。そうですね、やっぱ苦手なやつってなかなか出ないですしね。出ないですもんね。あとその勉強でも、まあ、スポーツもそうですけど、うん、じゃあやった時に100回やって100回結果出るわけじゃないじゃないですか、うん、出ない時ももちろんあるわけだし、ね、じゃあ今回出なかったらたまたま出なかっただけで、はい、じゃあ次は出る可能性はあるわけだし、はい、努力は継続して、ね、はい、やってもらえたらいいなって思います。そうですね、そうなんか結構変な人生っていうか。いやでもそれはすごいですよね、うん、勉強に関してそっからのやっぱりここに上げてるのはすごいと思います。本当、はい、ですか、はい、そういう人生ですね。本当素敵な人、ありがとうございました。いや、面白かったです。楽しかったです、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんも勉強頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あれ、内藤さん自分のコントロール上手なんでしょうね、きっと。感情のコントロールが。あーでも大人になってからなんか客観的にちょっと分かるようになりましたね。これ中高はこうだったからこういうパターンなんだろうな、うん、なんかパターンにはめ込んで、そうそう、ね、これ来たら次これ来るなみたいな、今やる気出てない時期なんだろうなみたいな、でもこの後来るのかなみたいな。え、内藤さんその YouTube やってて、モチベーション低い時ありません？ありますあります。ありがとうございます。すごい嫌な引き出しましたけど。めちゃめちゃあります。100万人達成して、はい、で結構次の目標今もなくて。あーそうなんですね。そうなんですよ。だから次の目標決まらずにずっとどうしようかなって悩んでたんですけど、はい、でも自分の中で何か次一個目標見つかったらまたパワーアップしていけるのかなみたいな。だからそこを見つけたらまたガーンって。そうですね。ただまたその1年の時じゃないけど、はい、今準備期間なのかなみたいなパターンに当てはめると、充電して。そうですね。そうそう、見つかった時に放出ですよね。そうですね。で受験とかも結構そのネームバリューで入る人とかも、で僕も完全にそのタイプだったんですよ。とりあえず7あるとか入っとけば、いいだろうみたいな、でその後とか考えてなかったんで、はい、だからその後も大学入った後も、はい、結構プラプラしてましたね。ああそうなんですね。バックマイトのいつは2年前くらいですかね。ああそうかそうか、じゃあちょうど2年か。そしたら2年10年してるかもしれないですね。そうですね。ああ確かに確かに、そろそろですか。言われてみればそうですね。そうですね、来るかもしれない。来るかもしれない。いつかなんかご一緒できたら。ああもうぜひぜひ。楽しかったです。こういう話できる機会あんまりなかったんで。あ本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。